私はこんなに寝転がってしまいました。まあこの昔から使ってる穴がいっぱいある箱はやっぱりダメですね。来年はちょっと考えなきゃいけないなと思います。ミルキークイーンの苗の調子が悪かったです。ちょっと失敗してしまいました。発芽ムラが起きてしまって、この角の方後から出てきてしまったのがまだ短いし、こうやって白くなってしまいました。これをひっくり返すと根っこも全然張っていません。まあ、失敗した原因はいろいろ思い浮かぶんですが、まあ、50枚中20枚ぐらいはこういう風になってしまいました。なのでちょっと田植えの方法を普通とは変えてやりたいと思います。いつもはこの70株株と株が16センチの間隔で植えてるんですが、こっちの粗食30センチ間隔の37株モードで植えたいと思います。ミルキークイーンを植えました。まあ、横から見るととってもバラッとしています。まあ、この植え方が吉と出るのか凶と出るのかはこれからの、まあ、今年の天気とあとは栽培の管理、これにかかってるかなというふうに思います。以前生え抜きでこの植え方を試した時は、まあ、観光栽培と比べて一旦で30キロぐらいしか違いはありませんでした。まあ、でもこういう植え方は、まあ、寒い年だったらもしかするとダメかもしれない、あんまり量が取れないかもしれないので、まあ、他のところはやっぱり一坪70株で植え付けをしています。この田んぼ 16R ですが、苗箱は26枚で済みました。普通だったらまあ45枚から50枚近く使うのですが、まあその約半分で済みました。